おはようございます。こんにちは。こんばんは。春平太と申します。今回は秋葉原にある中古ジャンク PC ショップリコスタにあるジャンク CPU ガチャおみくじ、こちらを引いてみたので、そちらの映像を見ていただきたいと思います。ではどうぞ。はい、まずは気になるのはお米はこちら。はい、ハズレの王道セレロンです。そして2つ目はこちら。またしてもハズレの王道セレロン。そして3つ目はこちら。残念、3つともセレロンでした。はい、いかがでしたでしょうか。今回はジャンク CPU ガチャおみくじ、なんか本来おみくじが入ってますみたいなことも書いてあったんですけど、下の方におみくじ入れ忘れたと書いてありました。1回500円で回すことができて、大当たりはコア i7-5930X、コア i7-3770 が入ってたみたいですね。まあ僕は小当たりも引き換券も引くことはできませんでしたが、まあ面白いネタに出会えたということで、今回こちらを撮影させていただきました。こちら1月4日から設置されてるみたいですが、もしかしたらまだ残ってるかもしれないので、興味のある方はぜひ秋葉原に行ってみてはいかがでしょうか。こちらの中古ジャンク PC ショップリコスタなんですが、秋葉原東京ラジオデパート地下にあります。東京ラジオデパートはゲームセンターのセガの隣にあるので、興味のある方はぜひ行ってみてください。今回の動画少しでも参考になったり面白かったりしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた。